お待ちしておりました。ああ、直々に出迎えてくれるとは何事だ。 S 級ハンターの来日に監視課が同行するのは当然のことではありませんか。ご滞在はいつまでですか。用が済んだらすぐに帰る。わざわざ捨てた祖国にお越しになったのは E 級ハンター水城俊と D 級ハンター諸菱健太に会うためでしょうか。ザ・監視課だな。知ってることをわざわざ聞いてくるなんてよ。お前ごときがこの俺を。与えられた任務を忠実にこなしているだけです。これだから俺はお前が好きなんだ。S 級ハンター右京正人、そしてその兄である右京隼人は無数のハンターをダンジョン内で殺害し置き去りにした疑いが持たれていた。人を殺すことに一切罪悪感を感じないようだ、クズどもが。水篠さん、どうぞ。はじめまして。葵さんは心優しく成績優秀で本当に素晴らしい生徒です。お兄さんはハンターをされているそうですが、無理を承知で一つお願いがあるのですが、実は葵さんのお友達に覚醒者判定を受け学校を辞めようとしている生徒がいるんです。どうか卒業はするように説得していただけないでしょうか。朝比奈凛という女子生徒です。まさか先生が紹介してくれるハンターってお兄さん。どういうことか知りませんが、ハンターを辞めるつもりはありません。心配すんな、やめろって言いに来たんじゃない。じゃあ何しに来たんですか。君を立派なハンターに育ててやる。お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。新入りハンターの訓練現場を見学されたいだなんて驚きました。ちょうどタイミングよく C 級ゲートが開かれました。喋ってないで早く始めましょう。遠足に来たんじゃないんです。あの人は上原優馬ハンターという A 級の新人ですが、機嫌を損ねたようです。今回の攻撃隊は A 級から C 級までトータル12名です。C 級ゲートに A 級と B 級を投入するのはやりすぎのように思われるかもしれませんが、ランクが高くても新人は新人ですので。簡単にクリアされたら意味がないんだが。いや、むしろその方が気づけるかもしれない。 E 級ハンターがダンジョンではいかに無力かということに。ではそろそろ始めるとしますか。やっと潜るのね。お兄さん行きましょう。君の後に続くよ。課長、ゲートが。なんだありゃ。獅子田さん、メイン攻撃隊に電話してください。今すぐ。ここはどこなんだよ。本当にダンジョンなのか。木の上。アイスエルフ。完全に見抜かれている。俺たちの中で一番弱い二人を狙うとどうやら歓迎されてはいないようだな。すでに気づいているかもしれないが、ここはレッドゲートだ。お兄さん、レッドゲートって何ですか。一度足を踏み入れたらボスを倒すか、ダンジョンブレイクが起こるまで外に出られないんだよ。
孤立する。厳しい気候だ。寒さから逃れる方法を探さないとな。トーテムから魔力を感じます。行ってみましょう。なんだよ。トーテムを破壊したら暖かくなってきました。よし、トーテムを目指しながら進むとしよう。いや、まだだ。え、それってまだ気配がする。あそこにまだいるぞ。すぐに終わらせてやる。逃がすか。出てやる。完全に塞がってますね。中に入った人数は12名です。リーダーは A 級の上原ハンターで、あとは B 級が7人います。ゲートが A 級以上なら全滅する可能性が高いでしょう。運が良くても 2,3 人出てくるかどうか。あの、実はうちの新人の他にも中に入った人がいるんです。シシド課長が目をつけているハンターですか。いえ、E 級ですが、水死のハンターは再覚醒者です。再覚醒者ですか。ただの憶測ではなく。憶測です。それなら上原ハンターを信じるしかありませんね。ビャッコギルドのお偉いさんがわざわざおいでになるなんてね。スカベンジャーギルドの S 級ハンター右京雅人、久しぶりだな白川。どうしてうちの区域にいるんだよ。面ぐらいは拝ませろっつうんだ、水死の旬。みんなどうして水死のハンターを。水死のって野郎は白虎ギルドじゃないんだよな。なんでお前んとこの攻撃隊と一緒に潜ったんだ。報酬のいい C 級レードを見てみたいというので。なんだそういうことか。なんて言うと思ったか。右京、今すぐその手を離せ。俺に指図すんのか。やるじゃねえか。私も水死のハンターの再覚醒を疑っていました。魔力の再測定もしましたが E 級に間違いありません。右京隼人ハンターのことは非常に残念ですが、水死のハンターには攻撃隊を全滅させる力などないと思われます。分かってる。ただの口実だ、人を殺すためのな。ここにいたって仕方ねえし、もう行くか。俺は A 級の上原優馬だ。俺の指示に従ってもらう。ここからは二手に分かれて進むことにする。俺と組みたい者は。はい、俺も行きます。お前はダメだ。そこのお前も、お前らもダメ。お荷物は置いていくしかないんだよ。あの、やっぱり私外れてもいいですか。好きにしろ。それじゃあ俺たちはこの道を行ってみる。それなら俺たちは森の方に行こう。上原優馬は矢が飛んでくるのに気づきもしませんでした。あなた E 級じゃないでしょ。ノーコメント。この人きっと A 級だわ。ひょっとするとそれ以上かも。ストップ、ここから先は入ってはいけません。どうしてですか。あれが見えないんですか。ここは熊の縄張りです。だから進むんです。私の話聞いてました。死にたいんですか。熊の縄張りなら熊にだけ気をつけていればいいってことじゃないですか。あっ、
アイスベアの数が多いということは、クマを狩る魔獣がいないってこと。生き延びたいのなら、ついてきてください。お兄さん、マジで何者？君は俺が連れてきたから、責任持って守ってやる。その代わり、何も聞くな。皆さんもお願いしますね。あれはアイスベアだ。やっぱり森に入ってくるべきじゃなかったんだわ。私が気を引いてる間に皆さんは逃げ。何するんですか。魔獣は俺一人で倒します。経験値を稼ぐチャンスだ。今の俺ならどの程度通用するのか。上級ダンジョンの魔獣だ。試してみるか。やっぱもらえる経験値も全然違う。バカだよな。はい？あれ見ろよ。さっきのところでおとなしくしてりゃよかったのに。この森はアイスベアの縄張りだ。あの E 級じゃ全員死なせるに決まってる。ちゃんとした教育も受けてないでしょうしね。受けてるわけがない。 E 級が。待て、あっちはほとんどが C 級で B 級までいたのに、俺はどうしてあいつがリーダーだと思ってるんだ。アイスベア数匹くらいどうってことない。食用に蓄えておきましょう。出だし好調です。何言ってんだ。森を抜けるまで油断できないぞ。俺がいなければ今頃お前らは全員クマの餌になってたことだろう。嘘だろ。この俺が敵に攻撃を許すなんて、そんなはずない。俺は白虎ギルドのエリートとなる男だ。トップになるための特殊教育まで受けてきたというのに、一体どうしてこんなの認めてたまるか。食料さえあれば。食料問題は俺が悪いんじゃない。いや、隊長である俺の責任だ。俺は隊長。ここはどこなんだよ。本当にダンジョンなのか。集団木の上。アイスエルフ、ほらついてきて、ね、え私が花を咲かせてあげる。はあ、ゲートに入った途端アイスエルフなんて。ダンジョンでは何が起きるかわからないって言われてきたけど、レッドゲートは予想外のことばかりね。あの人 E 級ハンターって言ってなかった？
E 級であんな簡単に魔獣を倒せるものなの。そういえば飛んできたあいつエルフの矢を掴んだのもあの人だった。あの人きっと A 級だわ。ひょっとするとそれ以上かも。